令和2年11月2日鶴見緑地球技場にて2020 X リーグディビジョン3ウエスト秋季交流戦が行います。試合開始14時10分キックオフ予定です。第2試合の対戦カードはキリックスーターブルファイターズ対クラブアイランズとなります。ただいま試合開始前のコイントスを行っております。手前側カラーのユニフォームがキリックストヨタブルファイターズ、奥側ホワイトのユニフォームがクラブアイランズです。キリックストレーターキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1キリックスキックオフ、キッカー16番、このキックはエンドゾーンに入りタッチバック。タッチバックとなったキックオフは相手チームの攻撃となり、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回で10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1-2アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア26番、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー1-3アイランズセカンドダウン7、ボールオン自陣28ヤード。ワイドレシーバー83番ヒッチパスをキャッチアンドラン試みましたが、これはカバーされノーゲイン、サードダウンになります。プレーナンバー1-4アイランズ自陣28ヤードからサードダウン7。
クォーターバック10番オプションフェイクのキーププレー、しかしファーストダウン獲得至らずフォースダウンとなります。プレーナンバー1の5、ハイランズフォースダウンパント、パンター10番、キリックスリターン9番、ナイスリターン。相手陣入ったところでボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー1の6、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。パス成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー1の7、キリックス相手陣40ヤードからセカンドダウン3。中央へのランプレー、キャリア35番、ファーストダウンには至っておりません。サードダウンに変わります。プレーナンバー1の8、キリックス相手陣38ヤードからサーダウン残り1ヤード。ダイブプレー、キャリア35番、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の9、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣36ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック3番、エドレシーバー90番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の10、キリックスファーストダウン10、ボールオン相手陣18ヤード。中央へのランプレー、キャリア35番、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー1の11、キリックスセカンドダウン9、ボールオン相手陣17ヤード。QB サーク。クォーターバック3番、左ロールアウトからパスを投じようとしましたが、これを、アイランズは QB サーク。ここでホイッスル。ウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断によって暑さ対策としてタイムアウトを取ることが許されています。
プレーナンバー1の12、キリックス相手陣20ヤードからサーダウン12。パス不成功。クォーターバック3番、右スプリントアウトからワイドレシーバー80番へのパスでしたが、このパスはキャッチミス、フォースダウンとなります。プレーナンバー1の13、キリックスフォースダウン12、フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キックレングス37ヤード、キッカー16番、キック成功、3点獲得。キリックストヨタブルーファイターズ3点、ハイランズ0点。プレーナンバー1の14、キリックスキックオフ。先ほど得点を挙げたキリックスのキックオフで試合再開です。キッカー16番、このキックオフをアイランズフェアキャッチ。アイランズ自陣25ヤードからの攻撃を選択しました。キックオフをフェアキャッチする場合には自陣25ヤードからの攻撃を選択するという意味を表します。プレーナンバー1の15、アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード、ランニングバック25番トスを受けようとしてファンブル、自ら抑えましたが約4ヤードロス。プレーナンバー1の16、アイランズ自陣21ヤードからセカンドダウン14。パス不成功。クォーターバック10番、プレーアクションからロングパス、ターゲット1番、しかしカバーされておりパス不成功、サーダウンに変わります。パス失敗は元の地点に戻って次の攻撃となります。プレーナンバー1の17、アイランズ自陣21ヤードからサーダウン14。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜退しサーダウンやり直しとなります。
プレーナンバー1の18、アイランズ自陣16ヤードからサーダウン19。パス不成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パス妨害をしました。ディフェンスは前パスを宙に浮いている間、相手に接触してはいけません。反則発生地点から相手のファーストダウンとなります。したがってアイランズファーストダウン。プレーナンバー1の19、アイランズファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア23番、ゲインは約8ヤード。プレーナンバー1の20、アイランズ自陣37ヤードからセカンドダウン2。中央へのランプレー、キャリア21番、わずかにファーストダウン至っておりません。サーダウン3回目の攻撃となります。プレーナンバー1の21、アイランズサーダウンインチ、ボールオン自陣38ヤード。アイランズファーストダウン。ランニバック26番、ハンドオフから左オフタックルを突きファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の22、アイランズファーストダウン10、ボールオン相手陣、失礼、自陣43ヤード。成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、左ロールアウトからワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の23、アイランズ相手陣45ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜退し、オフェンスファーストダウンやり直しです。プレーナンバー1の24、アイランズ
相手陣40ヤードからファーストダウン5。中央へのランプレー、キャリア23番、ゲインはほとんどなし。プレーナンバー1-25、アイランズ相手陣40ヤードからセカンドダウン5。成功、ファースト。クォーターバック10番、右ロールアウトからワイドレシーバー27番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、キリックス・トヨタ・ブルーファイターズ3点、クラブ・アイランズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。